まさかのが復活した。しかしそれはまだ仮の形、完全に復活したわけではない。まだ我らにはこの魔界を守る術がある。どういうことです？秀織はわざと軌道丸の攻撃に手心を加え、真田正幸は葵を使って我らを、おそらく奴らは冥界との交渉のためにそれ。軌道丸を消滅させねば、まさかのを完全に復活させることはできない。そして葵が冥界の力を封じることができることが分かる。つまり軌道丸、葵がいれば、まだ我らには冥界を封じることができる。あちきと葵ちゃん。しかし、葵とやらは真田の手の内にあるのではないか。葵を取り返すためには策が必要。そのためには、あと、動けるか。動けます。黒魔術軍。名古屋三三郎に接触せよ。黒魔術軍に、葵を助けるために必要なのだ。かしこまりました。師匠が行くなら俺も。あちきも。どうなる。あなたは冥界に狙われる立場なのです。自重しなさい。あちきは戦うんだ。魔界にいて安全なんてない。鶴姫も分かってるでしょ。わしらが軌道丸を守る。よかろう。軌道丸自身が強くなられば、なら軌道丸が強くなれば、あるいは奇跡が起きるやもしれ。奇跡。高瀬。何じゃ。魔界水軍の様子を見に行ってはくれまい。あの者たちにとってまさかとはまさにこの魔界に存在する理由その、竹足たちが暴走すれば魔界は崩壊する。分かった。あの体では当分動けそうもないがな。魔界の霊力、冥界との均衡を図るために全てが傾けられた。今までのように傷の回復には使え、それゆえ魂も脆くなる。無理をすれば魂を消滅させか、滝夜叉たちに警挙をさせるよう。分かった。私は鶴姫は里見に合流して、里見は我らにとっての切り札。里見に合流し、速やかに我らと行動を共にするように伝えてくれ。承知いたしました。いよいよ我ら御坊星君の力が試されることに。それがしは幸いなことに怪我が浅く済みましたが、やはり洞察は玉を持っていなかったことが響いたようで。大黒殿。洞察様のもと発見者もなかなか揃いませぬな。余計なお世話。この砦も守るにはかなり不利な状態になってきました。南側の外はまだや使い物になりません。少し私が見て。せよ。気をつけられ。かしこまってございます。里見殿、冥界軍はまことにここに攻めてきましょうか。ここは爽快の浜のもともとでございます。ここを落とせば爽快の浜を完全に掌握できますからな。あと大学様がここを離れたと敵に知られないかもしれません。
この一帯はすでに冥界の手の内にありますから。もしやわざと危険な賭けですな。敵を誘い込んで落ちれば良い。どういうことです？冥界軍をここに引きつけておけば、その背後を味方が襲うことができるでしょう。なるほど、我らの本軍は生命殿、滝夜叉様だけとは限りませんか。限らん。ここに引きつけておけば、他の勢力もどう考えが変わるかも分からない。魔界の総力を取り込まねば冥界には勝てるでしょう。それゆえここで冥界軍と戦い、勝たぬまでも負けぬ、そういう戦いをするのです。勝たぬではない、勝つ。勝てばなおさらよい。しかし負けねば冥界軍は浮き足だと。しかしあの正門が現れれば。生命殿のお話では正門の完全復活にはまだ時間がかかるとおっしゃっていました。今はその言葉を信じましょう。仮にその者が現れても倒せばよい。そんな簡単なことではありません。正門を甘く見ぬ方がよい。皆様、大変です。早く。よっしゃ。ゲームメイジャー。フロイズだけですか。残念です。残念があることはあるまい。土方歳三、これは意外な顔ぶれじゃ。さなら細かい少女剣は冥界についてこの土方も同じじゃ。今頃残る黒魔術でも肩がついたであろう。この魔界は三軍構想の時代は終わりじゃ。まずはお前らを打ち落としてこの魔界自体を闇に葬ってくれるわ。大輔、貴様たち自身が冥界に吸い込まれることがわからんのか。もう吸い込まれようが消えようがそんなことは忘れとってはどうでもよい。所詮わしらはお父様の駒じゃ。どうせ駒ならば全てを壊してくれるわ。安成よ、お前も本当は全てを壊してしまいたいはずじゃ。この魔界に落ちし者は皆同じじゃ。壊せ、壊しぜ。才三、鶴姫、わしは壊さぬ。わしは守るべきものを守る。土方殿、お主は痛く切そうだな。戦国武将の顔負けじゃ。俺は勝つ。勝って仲間を取り戻す。正直なところ幕府も討伐家も俺にとっちゃどうでもよかった。ただ負けちゃ何もかも終わりだ。だからどんな手を使っても俺は勝つ。それだけだ。真田はこの魔界で天下を、そして我らの無念を晴らす。それを邪魔する者は、メス葵様を連れてきたのは好都合。真田準勇士、この犬ずかし魔界にて目指す者は最強の証。霧隠れ才三、勝負だ。霧
ケースミブラーンバーン手を鳴らせI'm gonna make it.
Oh,